俳優、伊藤沙莉が主演を務める、連続テレビ小説、虎に翼、月曜から土曜前8時 NHK 総合。土曜日は1週間の振り返り、月曜から金曜前7時30分 NHKBS、BS プレミアム 4K の公式 SNS が更新され、春、石田ゆり子、激怒シーンのオフショットを公開した。オフショット、春、石田ゆり子が激怒、怯える、トラコ、 伊藤沙莉ら。公式 SNS は、大学のことがバレてしまい、気まずそうなトラコ直言雄造そんなシーンでオフショットをいただきました。皆さん良い表情ですね、と投稿し、睨みを聞かせる石田ゆり子と、それに萎縮する伊藤沙莉、岡部隆、中野大我といった構図のオフショットを添えた。ファンからは、表情だけで伝わってくるものがある1週目から本編。 キャストの皆様のキャラと演技力オフショット。動画も最高。皆さんの表情だけで伝わる演技素晴らしいです。ハルさんの迫力がすごい W。トラコの表情が何とも言えません。ハルさんが仲居だったことを先生がさりげなく明かしていって、なぜハルさんがトラコの結婚に必死かよくわかりました、などの声が寄せられている。第110作目の連続テレビ小説となる本作は、 日本初の女性弁護士で後に裁判官となった女性を俳優伊藤妻理が演じ彼女とその仲間たちが困難な時代に道なき道を切り開き迷える子供や追い詰められた女性たちを救っていく日本史上初めて放送の世界に飛び込んだ三渕よし子さんの実話に基づくリーガルエンターテインメントとなっている